あとメッセージは後でちょっと読ませていただきましょうね。ちょいおじさん結構笑って分かってますもん、完全にいじりを。あ、庄屋おじさん、そうね、そうだ、そうよ、今回はピファムも来てますね。一応今回今いますのがベーシスト3人とドラマー1人とギター1人で。そうなんだよね。そうです、うん、ラブリーラブリーから辰吉さん、ベソーさんで、ヒャホーからタイラー、タイラーも急に来てくれ、あの急に駆けつけてくれて、ね、本当にマジでありがとう、びっくりした。俺一人で死ぬかと思ったからね、本当に。で、P1 から、ベースのタイラーそっと出るから、ベースの庄屋おじさんも来ております。お願いします。一応先週FIFA はワンマンがありまして、はい、すごい大盛況だったので、そちらの様子もちょっと聞いていきたいかなと思います。CM が明けたらね、はい、行きましょうね。じゃあ何流したい？3番。これはあ、じゃあそのピーハムの3番を、はい、これを、次に流してもらって、最後は PC からお願いします。今回のベースカレー殺されるのか、これ入れ物だっけ。あ、それこの CD に重ねていいですか。ちょっとすみません。チャメって何。なんかメッセージこうやって来てて、チャメルンバ、さんだ、ルンバの皆さんって書いてある、お役さんだ、みんなルンバと思ってるから。逆に、あ、ヒューも一緒にいるから、ちょっとヒューのやつもお願いしていいですか。モノマネ、なんて言うの。あ、このあれ始まったら自己紹介で、自己紹介やばいな、いつもなんて言ってんの、あいつは始まるんですけど。いや、もうあいつは喋らないですね。あ、そうなんだ、うん、あの横からチャチを入れるっていう感じですね。あ、もうじゃあ、あと10秒ぐらいで撮ります。よろしくお願いします。お願いします。で、よかったら一緒に夜なんですみたいな感じで大丈夫ですか、ちょっと。ブンマの夜なんです。いや、俺が悪かったっす、今の。あのね、はい、今日は、始まりましたね、ブンバの夜なんですです。先ほど聞いていただいたのが、オーウィークで、ハイタイム、すごいメロコアの、なんていうんですかね、カリフォルニアとかサンフランシスコあたりのなんか、もう、乾いた感じのパンクが、すごいいいナンバーですね。僕もめっちゃ大好きな曲なんで、ぜひ、オーウィークチェックお願いします。それで、ね、今日、ゲスト来てます。紹介します。ラブリーラブリーから、ドラムの辰吉さん、ベースのベソさん来てます。よろしくお願いします。お願いします。それと、ヒアフォーからベースのタイラー来てます。よろしくお願いします。もうちょっとバッていってマイクが入った。よろしくお願いします。それと、先週ちょうど、音一でワンマンがありまして、結構大成功を収めました。ピーファムのベースから、庄屋おじさん、よろしくお願いします。はじめまして。はじめまして、よろしくお願いします。ありがとう、呼んでくれて。いや、本当にありがとう、来てくれて。ありがとうございます。このままだったら俺一人で今日通すつもりだったからね。一人辛いらしい、ね、辛いよ、まあまあそんな感じで、今日ね、だからベーシストがいっぱい集まってるので、ベーシストの会を開いていこうかなと思ってます。本当にベースも用意して、ギターも用意してるんで、カホも用意してます。なのでちょっと軽くセッションとかできたらいいかなって思っております。あ、それ先にね、庄屋のピファムのちょっとワンマンがすごい選手あったんだけど、すごい楽しくて、ちょっと感想なとかいろいろ聞かせてもらえたら。あ、なるほど。はい、先日、12月9日に土曜日ですね、ピファムの2回目のワンマンライブがありまして、はい、でそこが会場、ミュージックタウン音市場3階の方だったんですけど、今まで
何バンドかで出演したことはあるんですけど、やっぱり大きい会場なので何バンドかでだったんですけど、はい、初めて、まあ、ワンマンライブさせていただきました。で、まあ、今年の1月に決めて、まあ、いろいろ大変だったって言えば大変だったんですけど、まあ、メンバーも試行錯誤しながら、はい、苦しみながらもたどり着いた景色で、いろんな人に支えられてるんだなと実感したライブであり、やっぱ楽しかったです。一応最初から最後まで緊張してたんですけど僕終わった後、まあ、いつも見てる人の顔を見て、うん、終わった後泣いちゃって、いや本当に愛がすごかったもん、やっぱお客さんのね。本当にありがとうございます。うん、なんかりょうちんがライブ終わった後にまともなこと言ってるのがすごい、ね、すごい頑張ったんだろうな。キャラじゃないこと言っちゃうぐらい、うん、本当に、うん、いろんなものが詰まったワンマンライブでした。ありがとうございました。もうね、お客さんも結構来てたよね。来てました、うん、まあ、人数は細かくは聞いてないので、うん、後ほど、まあ、P-FAMのツイッターか何かで報告できればいいなとは思ってるんですけど、うん、写真も、はい、そうだから自分遊びに行かせてもらって、はい、でそうそう、だからめっちゃ人いるなと思って、だからね、うん、あれすごかった。なんかさ、うんうん、結構音市ってやっぱでかいじゃん、うんうんうん、1000人ぐらい入るところで、うんうん、一晩そのインディーズ自分たちの同い年のバンドが、うん、ワンマンやるって聞いたときに、うん、やばーってなったもん。なんかまあ、うん、周りからはバカじゃんみたいな、ね、一応バカだよね、まあ、そう本当にあったけど、まあまあまあやるって決めたからね、うんうん、すごかった。なんかもうなんかいい景色見させてもらって本当にありがとうございます。途中でねシベスカとかも、はい、あ、そう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 、びっくりしたよ俺、わからんかった、うん、わからんくてよ、だからちょうど外で、うん、だらーってその始まるまでだらーっとしてたら、うん、マーサーとかいてから、うん、あ、マーサーおっつーみたいな感じで喋ってたら、うん、いやなんかリハ見たけど、あ、リハ見てたけどピホームめっちゃいい感じになってるみたいな話してて、うん、あ、マジか、あ、リハからいたんだねと思ってたわけさ、うん、まあそうだよね、そうだよね、そうそう、うん、見たらいるわけさ、出てるさそうそうそう、すごいよ、何名かにバレてるかなと思ったけど結構あ、シベスカじゃんみたいになって、あ、そうそう、よかった、サプライズできて、うん、いやでもすごいあれだった、やっぱ演奏とか、演奏とかライブ自体がすごいみんな、うん、なんていうのかな、面白くてちゃんと構成もしっかりやるんです。途中でなんだろう、トーモーとリョーチンがピアノやってアコースティックみたいな、ね、やったりとか、いろいろリョーチンの適当な話が長かったりワンマンでもやるみたいなあれ30分ぐらい喋ってるし、リョーチン本当に長かったね面白かったあれ、めっちゃありがとうございます、うん、一応しっかり今回あの舞台監督さんもついて、あ、そうなんだ、そう、元一番のスタッフさんにもよくしてもらって、うん、で照明さんも、まあ、サプライズで多くしてもらったりだとか、うん、結構いろんな裏方の面でも助けてもらったので、まあ、感謝の意味でももっと頑張って、はい、また音一番、まあ、やるか分かんないですけど、はい、またできて帰ってこれたらなと思ってます。大きくなってまたできればなと思ってるので、うん、応援よろしくお願いします。お願いします。まとめしょ、本当にめっちゃいいバンドなのでもうすいません長々と、かっこよかった、うん、ありがとうございます。いやいや本当なんか僕もう同じ年のバンドマンからしなんかもう見たらもう俺はもうすげーしか言えなくてなんかまさかあっちかってもうでみんないっぱい集まってさ、うん、終わった後さみんなでほら来てくれた人に挨拶とかしてたさ、うん、あの感じとかもみんないろんな人がさ、うんうんうん、なんかなんだろうな、みんな帰らないでなんかピーハムのところで喋りに来てね、あれとかすごいなんか愛が溢れてて、そう、何回泣かされたかあれ本当にああもうありがとうございます。だって髪の毛ぐらい赤くなってたもん顔あ、そうそう、あ、もうこの髪めっちゃ落ちて衣装にもついちゃってって話はいいか別にね、うん、いいじゃんいいじゃん。なんかそうメッセージも来てまして、あ、そうそう、あ、結構来てまして、ともみさんからベーシストの回ぶりに見ます、ベソーさんが出ると聞いて見に来ました。ありがとうございます。ありがとうございます。前もね10月ぐらいに、ね、はい、こうやってノリで決まって、ベーシストね後輩をシベリアンスカンクのマーサーとディスターの高友を連れて、うん、ヤッケーシージャーパワーを全力にこれあれですか、活用してラジオに出演するというね、しばかれるの回ですか、ね、そういうちょっと感じでしたけどね、それまたね見てくれる人がいると思うとね、ヤッケーシージャーパワーも無駄じゃなかったと思いますけど、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。高齢化ですね。でさで、だからともみさんがてか庄屋おじさんいるみたいな感じ、さっき来てたコメント、
多分見てたんだぞ、あのこの CM の時。あ、そういうことで、ね、ツイキャスや顔見えるからさ、しっかり。で、だからともみさんが、ラブラブ町会議アットマーク下北沢行きました、ありがとうございます。ピファムワンマンも行きました。そう、ね、素晴らしいね。ラブリーラブリーも、先週の週末に、ラブラブ町会議というイベントを、アウトプットで行いまして、その結構ね、アウトプットを何人が入るか分からないですけど、本当に遊びに行かせていただいて、ね、僕もすごい満員で、すごい良かったです。ありがとうございます。東京でもね、12月4日ちょうど1週間前に、はい、東京の下北沢の方で、うん、ラブラブ町会議東京編で、4日後の、ね、つい最近行われた8日に沖縄編もやったんですけど、はい、おかげさまでどっちともソールドアウトしまして、はい、ありがとうございます。本当にすごい、ちょうど先週、ありがとうございます。本当にね、そう、僕先週ここラジオだった時にそうコメントいただいて、ね、これもまたヤッケシジャパワーを、そうそう、ヤッケシで、コメントコメントね、4日がね、本当は直接ね出演させていただければよかったんだけど、4日がそう、ちょうど東京のライブだったので、うん、こっちに参加できなかったんでコメントを流しとけよっていう、ね、はい、わかりました。フルに活用させていただきました。ありがとうございます。いや、もう本当に。ちょうどね、だから、結構今回だから2つイベントを、その2バンドが はいはいはい、やってまして、それぞれすごいいいイベントだったので、すごい、うん、ちょうどね、だから別荘さんたちもちょうどだから、今東京の方に住んでるんですけれども、この沖縄に一旦、ちょっと、うん、まあ戻ってる間にちょっと自分たちが、僕、今日ラジオどうですかみたいな感じで、うん、来ていただいたので本当にありがとうございます。いや、ありがとうございます、ね、ありがとう、ね、ね、本当に今週じゃない、先週のね、その週末は良かったよね。 俺らも主催する上で PFAM と絶対被らないようにね、うん、やっぱ考えてたんですか。そうそうそう、で実際 PFAM のライブに遊びに行かせてもらって、心の底から一緒にしなくてよかったなと思いました。本当に思いました。もう本当に素晴らしかったです。本当にそう、なんかシュプリームシュプリームさんからいただいてるんですけど、2つあって、最初に僕たちのやつちょっと読んでいいですか。あのルンバの皆さんこんばんは、ブンバです。いつもありがとうございます。でタワレコ那覇店の、沖縄年間ラムランキング2位おめでとうさん、ゴエク先生を抑えてってすごいね、チンダミしちゃうよ。ゴエクさん、そう、沖縄で今ゴエク栄翔さんって人がいまして、チャメって人がいるんですけど、うん、その芸人さんですごい今結構いろんなイベントも出たりしてて人気なんですけど、 CD 出してて、うん、ね、そうそう、ごゆくさんもちょっとそうですね、チャートに入ってまして、はいはい、そうそう、すごいありがたいです、もう本当に。でね、P ファームの緑虫の PV やばいよね、ブンバなんてちゃめえでしょって前の緑虫って言われて緑虫いいね、でもあの PV もいいね、本当に、ありがとうございます。うん、それと、だからさ、まこちゃんさんからいつもありがとうございます。沖縄インディーのワンマンで音一番なんて最初無理だと思ってた。お、まあ、そうですよね。いや、もう、僕らも、はい、まあ、最初、まあ、先輩の方に、うん、お前らはもうミュージックターンでやっちゃえよみたいな感じで言われたんですけど、それを真に受けて、やりますって言っちゃった上でもう引き下がれないなってなってさせていただきました。で、一応1年間準備期間もあったので、うんうん、まだまだですけど、おかげさまで来てくれた、まあ、応援してくれた方がいたので、うん、まあ、成功しました。ありがとうございました、うん、よかったね、です本当によかった、うん、ありがとうございます。いや、じゃあそんな感じで、ちょっとじゃあ先に、ベース会がじゃあこれから始めていこうかなと思うんですけれども、一回じゃあその前に BE:FIRM の曲1曲聞いてもらってきますか。じゃあタイトルコールお願いします。はい、流していただくのは PFAM で緑です。よろしくお願いします。音やばくない、これレイス様の最初の死にメタル、これやばいよな絶対元気ですよ。元気、元気です。バカの会久しぶりです。ごめん、タイヤがっつり紹介しちゃって、ごめん。全然大丈夫です。どんなしますか。どんな感じいく？もうなんか最初また好きなベーシストと話す。一旦ベース、どんなベースが好きなのかとか、うん、どうやってベースを始めたみたいな話して、でそこからちょっと軽く見てもらって、うん、最後ら辺に一回セッション入れればそうだね、いいなと思って。あいの手入れてもらってください。ワンマンすごかったな。
ドラムソロもあったし。ドラムソロいいなと思って。ああいうのやったほうがいい。翔也も急にスラップ始めたから。割に合わないから。アップして。楽しかった。楽しかった、本当に。気持ちいいだろうね。あれ最高だったでしょ。あれよかった。めっちゃ面白いコメント来てるよ。何？ベーシストから見たブンバベースヒューズ。どういう評価なんですか？ほら、そこはちょっと僕からは何も言えないのでこの3人にこれを言う一が聞くっていう。いや、放送始まったら行きましょうね。ゆういちがもう聞こう。PV の子見たもんね。はい、うちで。PV。いいかも。あ、来てました。あ、男性ですか。うん。いや、このゆるさがいいね。どうしようかな、この後そのまま、うん、そのまま通してもらって、うん、さっきのリハ、何枚なんだ。もう結構順調。めっちゃ行くままになったね。すごい神経です。ピザの今に行くも朝9時ぐらいから入って5時に上がるだろうと思ったら12時に終わりました。ピザじゃなくてコーディングでやってる。ポンちゃんどこでどういうとこ？サングループで行ってます。あ、サングループ。じゃあ行くよ。はい、じゃあ聞いていただきましたのが、はい、ピーファームで緑でした。いいっすね。やばい、最初のレンさん、レン様のドラムメタルだな。あ、もうないよ。ドラマーが聞いてテンション上がる。びっくりしたもん、俺初めて聞いたとき、俺この PV 出たときにさ。やばいよ。なんでってな。いや、よかった、本当になんか、その、ピーファームらしい、ね、なんかその、なんていうんですか、このイベントもね、終わりまして、そうですね。じゃあ、ベース会を始めましょうね。お願いします。はい、始めましょう。そう、ごめん、さっきさ、紹介、あんま、深くやってなかったんだけど、ヒアフォーのタイラーもそうそう、来てまして、ちょうど今レコーディングしてるとのことで。レコーディングしてます、名護市のヒアコーです。よろしくお願いします。お願いします。いやー、結構大変でしょ、レコーディング。またこれも大変ですね。朝から晩まで拘束されてます。じゃあそのレコーディングで鍛えたベースをちょっと聞いていきましょうか。思いますか。よろしくお願いします。なんかそう、じゃあベースって今音鳴る感じですかね。あ、一回一瞬だけ音出してみて。あ、出てるね。なってるね。あ、すげえ、ちゃんと出る。おお。お？お？お？怖い怖い。まだ始まってないからね。いや、今始まってないからね。怖い。ざわざわだね。あ、じゃあ先にちょっとそのベースの、ベース会ということで、なんかそれぞれになんでベース始めた理由とかちょっと聞きたいなと思ったんですけど、うん、じゃあ先にどうしようかな。じゃあベソーさんからなんか。はい。まあ、理由じゃないな、ベースを始めたきっかけだよね。きっかけ、そうですね、はい、前のラジオでも話させてもらったんですけど、はい、まあ、僕は、ね、中学3年生の頃にオレンジレンジがもう大好きすぎて、アドレスもね、当時はね、アドレスでメールで基本やり取りするような時代だったのでって言ったら、なんかめっちゃ昔の人みたいになるんですけど、いやでもあれなんですけど、僕らもやってました、ね、まあ、やってたでしょ、サム41とか。そう俺クラスにオレンジレンジが3人いたんだけど、ね、アドレスがね、オレンジレンジドットみたいな3人いたんだけど、でその時ちょうど本当オレンジレンジが好きで、でもそのなんだろう、楽器とか担当全然分かんなくて、なんとなくその用がいいっつって、うん、まあ、その用さんがまあベースだったっていう、まあ、それだけで本当に、うん、たまたまね、その好きな、まあ、メンバーがたまたまベースだったっていう感じなんですけど、それでベースを、まあ、高校1年生になって改めて始めて、気づけばこの年までって感じですかね。
オレンジレンジがきっかけですね。前もね話させてもらいましたけど、うん、やっぱないですね。ベースかベースかってなりますね。ちょっとベースの、ね、これ分からないところがやっぱり多い。まあでも本当に何もなんだろう、うん、このベースが弾きたくてベースを始めたっていうよりは、たまたま陽さんみたいになりたくてなんかベースだったみたいな。人に対する憧れ が, 憧れがで、陽さんがギターだったらギターやってたし、多分そんな感じだと思うよ。まあそのこう言ったらなんか変なね、ちょっと失礼に聞こえるけど、そのボーカル3人はねもうすでに友達が撮ってたんでそうそうそう、なんかコピー版やろうよみたいな感じでさ、6人集まったの、男6人で、はい、でまあボーカルはやっぱ人気だからさ、当時さ、まあ、3人は勝手に撮られてて、まあその中でさ、めっちゃ失礼なんですけどあのちゃんと直接謝ってきます今度なんですけど、まあヨウさんね、その当時はもうヨウって言ってたけど、ね、知り合いじゃないじゃん知り合いじゃないからさん付けしないでしょ。そうです、ね、そうそうそう、俺じゃあヨウでいいよみたいな感じで始めさせていただきました。すいませんね、本当にこうやってエラで今だからあれだけどね、本当当時はヨウやりたくてそれがベースだったって感じですかね、僕は。はい、なかなかこういうの聞けないじゃないですか。なんかなんでギター始めたのとかベース始めたのドラム始めたのみたいな。そう だからちょっとなんか新鮮ですね本当に、うん、じゃあちょっとどうしよう、タイラーなんかきっかけはどう？僕は高校生の時にベース始めて軽音部だったんですけど、軽音部にギターとドラムとボーカルしかいなくて、だいたいなんか目立つイメージ、自分のバンドのイメージがその3つだったんですけど、ベースがもう10人ぐらいいたん、あ10人じゃない、軽音部が10人ぐらいいたんですけど、ベースが1人ぐらいしかいなくて、あこいつになら勝てるみたいな。ってなってベースやったら割とハマってって感じでしたね。あーきっかけはベースが少ないって逆にでも珍しいですよね。なんかドラムがいないとかだったらまだですね。ドラムがいないイメージはあるんですけど、でもドラムは勝てないなと思って。 あれでも俺はもうやってたん、俺もあのドラム教室に通ってて、本当にすげえ失礼なんですけど、ドラム叩いてて何が楽しいんだって。ドラムやってる俺からしたらちょっといやもうだからあのなんていうんですか、フィルとか考えるのが苦痛で僕なんていうんですか、なんかすごいいつ叩いてもダサいリフしかフィルしかないんで、タカトントントンタカトコトントンみたいな。だからできる人すげえなーってなって、俺ギターやろうってなって、そこらでね、そうなんかちょうどだからまあそんな感じですね。なんかいいね、なんかそのあるよね、比喩もそんな感じだったんです確か。あそうなんですか、別になかったからとかなんかそんな気がする確か。じゃあ塩屋おじさんはどういうきっかけがあってベースを。いや俺最後に聞くのちょっとこれ間違ってるよ。嘘。あ多分あのベストさん最後が良かったの。あの僕あれなんですよ、 BFAM を始める前まで、あの何も楽器触ってなくて、2年半前、そう、それで、最初ワンオクロックさんを見て、でトルさんにかっこいいってなって、じゃあギターちょっとやってみようみたいな、で、F4 のレスポールみたいな形で使って、はいはいはい、黒いやつ使って、シャーってやってた。で、やって、じゃあギターボねってやって、ピーホーム始めた当時はギターボ。え、マジ？そうなの？4もギター。うん、で、レンがドラムやってて、トンも帰ってきた時に、なぜかベースにすり替わってて、俺の持ってる竿が。すごいね。弦少なくねみたいな。そう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 。あれ、4本になってるっていうのが始まり。それで、そうそう。まあ、トモも最初県外にいて帰ってきてすぐライブだったから、まあベースちょっといないからやらないとライブできないねってなって、でベース弾き始めたら流れでベースボーカルになってました。ああそうなんだ、ね、そう確かにさ、なんかさちょっと違ったもんね、 P-FAM 最初見た時ね、トモもトモギター持ってて、そうだそう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 、今ハンドマイクだったしね。ああそういうなんかあれなんだね、なんかいろいろ変化して最初は今しか言えないんですけど、4人暮らししてて、でいろいろ決まるのが早かったんですよ、何やるにしても、まあみんな集まってるから、でなんかもう話が飛びすぎて、トーモじゃあギターじゃなくてハンドマイクするかけど、音圧がなみたいな、俺ら最初本当に初めてのライブ音が出ればいいと思ってて、音圧もクソもないから、まあ、ライブやってやったら楽しいイエーイみたいな、でじゃあ問題にぶち当たりました、音圧出しましょうってなった時に、あ DJ いればいいんじゃねってなって、その考えすごいな、そうトーモじゃあ DJ やれっつってとかね、いろいろありまして今の形に落ち着いてみたいな、
そう、それで僕はベースやりたいじゃなくて、ベースやんないといけないなっていう形で入ってみたいな。あ、そういうことなんだ。そうです。って形で、で今ベースは好きになりました。うん、あ、まあ、そういう感じもあるんだね。ちょっと前から、うん、です、はい。ありがとうございます。すみません長々と。いや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 、なんかそういうのがラジオでなんか聞けた方が絶対なんか楽しいですよね。なかなかないもんね。うん、なかなか。こういう話することもあんまりないじゃないですか、うん、なんかそういう。あ、でちょうど今コメントいただきまして、シュプリームシュプリームさんから、好きなベーシストって誰ですか、自分はビリンシーンが主気とのことなんですが、なんか皆さん好きなベーシストとか、まあ、いっぱいいますよね。いっぱいいますけど、なんだろうな、でも影響された人は、あの僕ベスオはマキシマムザホルモンの上ちゃんってベーシストの歌とか、あ、上ちゃんさん。洋楽だとそれこそまたまさに上ちゃんが好きで、その上ちゃんが好きなベーシストは誰なんだって掘っていくと、レッドホットチリペッパーズのフリーっていうね、前のベース館のこのラジオで出演させていただいた時も話したんですけど、フリーがかっけーってなって、高校生の頃は毎日練習してましたね。さあ、憧れますもんね、やっぱりそのベーシストっていう、なんか華やかなんだよね。その案外地味に見えるんですけど、うん、その上ちゃんとかフリーがやってるそのベースプレイがすごい華やかで、なんだこれやったら絶対モテるだろうなと思ってひたすらやってたんだよね。なんか最初確かにあれやったらモテそうっすもん。そう、そのスラップって弾き方があってさ、ピックを弾くとね、まあもちろん今となればピックももちろんかっこよく見えるんだけど、当時はスラップさえあればね、スラップ奏法っていうその弾き方の一つがあるんですけど、それさえやればモテると思ってたんでひたすらやってたんですけど、まあ、なかなかモテなかったですね。はい、その男の後輩にはモテましたけど、これどうやってやるんですかみたいな。これは僕の話してましたね。この前、そうだ、本当にそうなのよ。女の子はねモテなかったんですけど、なんかねその男のハングリーな後輩たちが、ベソさんこれやばいっすねみたいなことばっかりでしたね、結局ね。まあでも本当フリーと上ちゃんがすごい勉強になりましたね、僕は。他の2人はどうですか？僕はもう始めた時からベースボーカルをしてて、で僕はモンパチの清作さんとか、あとはワニマの健太さんとかに憧れて、歌いながらめっちゃベースベンベン弾いてた感じがかっこいいなと思ってましたね。はいはい、ベーシストっていうよりはベースボーカル的な感じなんだ。はい、ハイスタ、ハイスタみたいなのであの、はい、めっちゃかっこよくて、ジャンプしたりとか、憧れる、憧れる。南波さんは、南波さんが超好きで、初め僕髪の毛も赤にしたんですよ。ほうほう、高校卒業してすぐ南波さんみたいになりたい。すげえ、完全に南波さんだ。いやだもんね。南波さんがいないとワニマンもモンパチもいないかもしれないぐらいの影響力ある人だもんね。それぞれ違っていいね。そうだね。初夜はじゃあまた俺最後絶対最後にするから。いやいや、ベース歴が短くて何もあれなんですけど、そう、あの僕始めたのがあの2年前で、でベースのこと何も知らなくて初めてって感じだったんですけど、あの最近やっとあのなんていうのかな、コピーじゃなくて最初まず自分たちの曲オリジナルを弾くってことから始めてて、1年間ぐらいはベーシストが誰が誰か分かんなくて、で今やっと分かるようになって、で、まあ、浜岡本さんだとかなんですけど、はい、で、最近ワンマンライブで、まあ、全然だったんですけど、あのセッションもやらせていただいたんですけど、その時のやつとかはあのベースの日のセッションがあるじゃないですか、ああいうのを見て、あ、こんな感じかな、こんな感じかなって、フレーズは全然違うんですけど、雰囲気とかああいう感じでやりたいとか、そういうのを盗むじゃないですけど参考にしてやらせていただきました、へー、感じですね。やっぱそれぞれ違っていいですね。なんかそうだよね、なんかオリジナルから始めるとかね、すごい。そうなんで、最初はもう先生はりょうでした。りょうちん、あ、メンバーがね。そうそう、りょうちんが、りょうちんが先生なんだ。メロディーみたいなベース弾く、あー、ベースってこんなんだっけみたいな。え、りょうちんがそうか、リーダーか、バンドリーダーみたいな感じなのか。そう、あの曲に関してはりょうが作ってて、りょうっていつも適当なこと言うからさ。いや、もう真面目よ、4人だ、真面目だね、5人、うん、4人、5人、4人だったからね、あの時。へえー、すごい、いいなー。ベーシストか、すごい。ベーシストっていうか、僕も最近になってベースっていう魅力が分かってきて、なんかなんていうんですかね、ジャミロクワイのベースとかやばいなって。シチュアートゼンダー、超うねってるし、シチュアートゼンダーも好きだね。もう最高っすね、昔はだから僕もメロコアのもう大好きマンだったから、ノーフェックスっていうバンドの
パッドマイクだったり、うん、そういう何ていうかもうベースっていうか適当に弾いてる感じがめっちゃ好きだったんですけど、うん、あなんかいいですね。じゃあこれ今回ちょっと楽しくなりそうですねベースから。そうですね。あそうださっきコメント来てたんですよ。そうそうねまこっちゃんさんから来てたんですけど、うん、ベーシストから見たブンバベースのヒユーさんのプレーってどういう評価なんですか。なるほど。すごいな。どうなんすかね。俺分かんないんですよ。俺かな。あじゃあ俺も最初にライブハウスで見て、うん、俺も純粋にあすげえみたいな。俺はピック引きできなくて全然。あ最初からもうずっと指引きだって、うん、でそれ見てあピックもかっこいいなやってみようっていう。あそうそうなんか茶化されキャラでわーってやってるけど、うん、舞台の上だったら、うん、あすげえ真面目にあかっこいいなみたいな。あそう見えてるんだ。そう俺はそう見える、うん、今でも。それなんか意外だねなんかって感じなんですよ僕からしたら。そうなんだ。なんかタイラーはどんな感じなの。なんかそう僕はですね、うん、どっちもめっちゃ気になる俺本当に。初めてブンバを見たのが沖国際で、うん、あうんね、うん、でその時に、うん、ヒユさんフロアにいて、うん、なんか僕のことを知ってくれてたのか分かんないですけど、うん、めっちゃペコペコしてて俺もその時ヒユさん分かんなかったんで、うん、あー高校生の子かな。結構顔受けてるよ、ね、今となっては言えるんですけど、あ高校生も帰国祭見に来てるんだみたいな、あーよろしくねみたいな感じでそしたらブンバが鳥で、うん、あめっちゃかっけえ鳥でベースで あやべえみたいな、もうインパクトがすごくてそっからめっちゃかっこよくてってなってましたね。そうだったの。今となってはですけど。それ初めて聞いた。高校生に見られるんだ。年下だと思ってました、初めて。まあ身長が小さいからね。まあ確かに。あとあれだからね、みんなに腰低いからね、あいつ。なんかいつもペコペコしてるから、なんか。なんかそう、一番じゃもうちょっと、別荘さん。ヒユー、ヒユーのもうあれ、一番の先輩だと思うんですけど。あ、はい。あ、ヒューいた。ヒューだ。ヒュー。ヒューです。よくやるんですけどね、これ毎回やるんですけど、ヒューは本当にその僕が前のバンドをやってた頃に、はい、その初めてで覚えてるんですけど、ヒューマンステージで僕がヘイスミスってバンドとシャンクってバンドが来てて、はい、で僕が前のバンドで、ね、その一緒に共演させてもらってて、でそのなんでしょう、後輩共通の、まあ、知り合いがヒューを連れてきてて挨拶したんですけど、はい、すっげえおどおどしてたのよ。制服でさ、多分高校2年生ぐらいなんだけど、その時当時その時なんですね、ほんと前なんだけど、すっげえ何も喋んないし、おどおどしてるし、なんだこいつはみたいな感じで、まあ、よろしくねって終わって、まあ、そっからもう何年か経ってバンドをちゃんとね見る機会になった時に、まあ、ちゃんとベース弾いてて、なんか小さいおじさんがベース弾いてるなんだろう、だからやっぱ見た目とかその喋り方のギャップはやっぱすごいライブハウスで感じて、なんか歌ってる時もすごいかっこいいし、なんかいつもおーおーってこんな感じの声なんだけど、なんかその歌ってる時すっごいなんかかっこよく見えるんですよね。なんかでもやっぱベース弾いてる時にそのあのお立ち台にね、左足をいつも乗せてベースを弾くんですけど、それはちょっともうそろそろね、ね、もう24歳だからやめた方がいいんじゃないかなとちょっと思うんですけど。確かに確かにそうっすよ。そういつもさ、あのかっこいいフレーズ、もうそうブンバのベースラインを俺個人的にめっちゃ好きで、そのイントロからすぐベースのねすごいなんか魅力的なフレーズがあるんですけど、なんか一個だけ言わせてもらうと、いつもこの左足はどうにかならないのかなって。あいつはあれなんですよ、ね、その獅子が短いから。なるほどね。どうしてもベースを上げるために足をかけないといけないんですよ。その体幹の問題なんだ。バランスがね、あるんだね。そこだけかな。でも本当にステージベーシストとして見るとすごいかっこいいんですけど。あ、そうですね。で、ギャップだよね、本当に。あのなりで。あのステージングっていうか、イケメンだったら何も思わなかったかもしれない。その本当にね、二等身ぐらいの小さいおじさんがベース弾いてるように見えるからさ、だからすごい光るのかもしれないです本当に。僕そういつもヒューとずっともう高校からずっとバンドやってるんですけど、うん、もうヒューそのどう思われてるのかなと思って、俺はもうなんかヒューだなとしか思わないんですけど、例えばライブ中僕たちが主催の時に緊張しすぎて、ユーチなんかこれ何ですか、音合わせしてるときに、ユーチっつって、ごめん、チューニングができないんだけど、どうしようってから、チューニングができないこと、できなくなったことがあって、2年くらい前のまさかやナイトで、
俺がチューニングしてからそれこそまさかやだよね本当に一番ですよ、もうカーテン閉まってそろそろ SE 流れるってなってる時にチューニングできないみたいなみたいな何その生まれたてに戻ったのかなすごいねまあまあなんかあいいっすねなんか面白いなんかちゃんとそのステージに上がればねミュージシャン的な一面があるんじゃないなんかそのガラッと変わるじゃないけどなんか喋り方もおどおどしないじゃん MC の時はさそうです ねめっちゃかっこいいっすなんでそれそのステージ降りた時におおユチってなるのかなちょっと僕あれ聞きたいんですよノリトさんにリスさんのノリトさんに電話してる時のモノマネやばいやじゃあいいですかちょっとお願いしますはいもしもしお疲れ様です今なちょっとベロってなってちょっと緊張しちゃったねやるんだよねこれ俺本当にそのやるんですよめっちゃ似てるんですよめっちゃ似てるたまに電話するとね、うん、混乱するんだよね俺モノマネしてる立場だけどその跳ね返って聞こえるよ、ね、一応俺もその先輩なんで、はい、電話するとはいもしもしお疲れ様ですって言うからさ今似てた割と今のお疲れ様ですよ割と似てたかもしれないやばいこれ比喩の話だけで終わってしまうよね比喩の回になっちゃうやばいじゃあ一旦 CM 挟んでその後セッションとかやってみましょうしたらよろしくお願いしますじゃあ一旦 CM めっちゃすごいこの聞き手を狭くしてるラジオ大丈夫ですか大丈夫かないやこれ車で普通に聞いてる人もいるわけでしょすごいなちょっとコアの話ですすごいコアだよね比喩会みたいなあいつないのよあ、そう俺言うの忘れてたんですけどちょっと個人的なやつなんですけど僕たちシャツを出しましたこれ見えるんだもんねお終わりぐらい僕ら、物販出しまして T シャツを2年ぶりに出しましたのでぜひチェックお願いします2年ぶりかはいちょっと CM 中にちょっと軽くバッてちょっとやっちゃったんですけどあとでもう一回ちょっと軽く紹介させてもらいますお願いしますちょっとじゃあそのままちょっとセッションみたいな感じで。すいません、ありがとうございます。およ。あるかな。俺どうする？行ってくれていい？どうした方がいいですか？とりあえずなんか。これ今なった？これって今なってますか？ベース。一瞬確認して。ブンバの夜なんですしっとり難しいわまあ先ほどねそのチーム開けたんですけどちょっと軽く何かセッションできればいいなと思いましてちょっといいですかいいですねやりましょうやりましょうかせっかくだしなんか簡単に回す感じでなんかじゃあちょっとどうしようじゃあ E マイナーでいいんですよね E マイナー E マイナーでいいよで C で D マーブ、うん、こんな感じでちょっとじゃあちょっとセッションしますすごいよねこのラジオでセッションしますってセッションしだすっていうじゃあちょっとやりましょうねあじゃあちょっと先にお願いしますちょっとThank you.
やばいです終わり方が俺まずかったすいませんいやちょっと自己満足の世界にあったほどがあるよいやいやがっつりしたねがっつりだったねがっつりしてたんですいや俺もう死ぬかと思いました途中で俺これ俺リスナーだったらちょっとどうしてどういう顔して聞いたか分かんないもんありがとうございます聞いていただいてありがとうございます本当にありがとうございますいやでもコメントも結構いただいてましてシュプリームさんからもやばいな網戸にほったらかしのギターを久しぶりに引っ張り出してくるかないいねセッションね、うん、みんなでこのすぐねそのバンドマンって、うん、何でしょう、はい、楽器とかねあればすぐなんだろう遊べるからいいよねあこうセッションしてさ、ね、なんかなんだろうどっかに行ったりとかじゃなくてすぐスタジオ入って一緒にねセッションできるからいいよねそうですね、うん、なんかそこがなんか楽器やってるところいいところの一つじゃないですか、うん、やっぱりそ、ね、その結構最近のバンドやってる人って若い子とか結構僕セッションしない人が多いなっていう感じは、ね、でもセッションするともっと楽器の楽しさが分かってくるから、うん、確かに、うん、僕も下手くそですけどねなんかいやいやでも楽しかったね楽しかったですなんかついていくのに必死でしたもんいやいやいやまあね、なんかそんな感じでコメントもいただいてましてともみさんから拍手見てよかったかっこよーありがたいですねありがたいでまこっちゃんさんからも拍手ヒューのモノマネしてる時とのギャップそりゃそうだよなはいありがとうございますヒューって手でベース弾いたら面白いよねあヒューって手でやりますねはいじゃあベース弾きますいやヒューそんなの弾けない超マジじゃんありがとうございます。ブンバのヒューです。ファンクが好きですって。ってそういう程度やったら面白いよね。それいいですね。いやー、やばい。楽しくなってきて、熱くなってきた。熱くなってきたね。緊張しちゃってね。いやー、いいっすね。なんかセッションっていいね。なんか。うん。そっか。どうする？じゃあなんかね、せっかくだしんなんか2人で回したらセッションでまたゆういちができるかなぁいやじゃあタイラーなんか何やるどうしようどうしたらいいですかヒアフォンの曲やるヒアフォンの曲俺ついてでもタイラーがなんか指で弾いてるの初めて見たかなあそうですかうんいつももうあれのイメージピックのイメージだった指で弾くのかっこいいなとは思ってるんですよ、うん、でも弾きながら歌えないですどうしようなんか何があるできなんか頑張ってセッション合わせますケースどうしようちょっとコード苦手ですえなんかどうしようか G とかにするはいラジオでこんなのやってたらまだまだ今日はタイラーが弾いてますありがとうございますあと2回回してじゃあいいっすね。タ
ライラなんかびっくりした俺、ね、そんなファンキーなやつ弾けるの、うん、すげえ。いつもピックのイメージだからなんかさパンクの感じなんだけど、やばい、また汗かいてきた緊張しますいいねいいね。いやー、翔也さんも行っちゃうか。翔也さん殺されるやつ、殺されるやつ。いやいやいや大丈夫です。どんな感じがいいかな、どんな感じ。ビートくれたらやばい、そんなのやられたら困るそれ、嫌なやつじゃないですか、コウタロウみたいな。あ、ピーファムの、あの、ドラムソロの最初の。どんなのがいい。あ、そっちにじゃあ俺合わせる。あ、それでいいじゃん、うん、俺カッティングで出すから。うん、Bm で。やばい楽しい、かっこよかったやばい、よし、ふざけ、あ、ふざけじゃない、なんていうんですか、遊びすぎた。ラブリーラブリーの曲流します、すいません。あ、曲そのまま、完全にベース会を楽しみすぎちゃって最後にラブリーラブリーの曲1曲流してそのまま、はい、じゃあ、終わりという感じで、すみません、ベース会ありがとうございます。ありがとうございました。やばい、ちょっと時間好き勝手やらせていただきありがとうございました。いっぱい時間使っちゃったすみません。じゃあなんか最後に、じゃああれ、今回ゲストで来ていただいたのがラブリーラブリーの辰吉さん、別荘さん、それとヒヤホーで平、はい、でピハムから翔也おじさん来ていただきました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。で最後でじゃあラブリーラブリーの1曲お送りして、はい、そのままブンバの夜なんです終わりという感じで貸してもらいます、はい、ありがとうございます。今日めっちゃ詰め詰めにやっちゃってすみません。楽しかったね。じゃあまたちょっと、じゃあ来週よろしくお願いします。じゃあタイトルコールお願いします。はい、ラブリーラブリーで愛してるゲーム。すみません、ありがとうございます。いや楽しかったな。ありがとうございました。やばい、すみません、ありがとうございます。すみません、本当グダグダ、すみません。いや、全然、多分楽しいと思う、聞いても。すげえ。あの、すみません、聞いていただいた方ありがとうございます。まあ、こちらさん、シュプリームさん、ともみさん、コーダクミファンさん、ありがとうございました。ブンバの夜なんですでした。今日は、ベース会でちょっと、僕が時間の使い方を完全に間違えました本当に楽しかったね。楽しかったです。前もそんな感じだったよ。したっけ。それで前に流れなかったもんね。そうだ、時間配分間違えて
まあそんな感じで、じゃあ、文馬の夜なんです、ここで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。あ、待って、曲切んなよ。あ、曲は切らないで大丈夫です。すいません。ありがとうございます。